あなたの人生を変える考え方、フロム J. エイブラハム。一人の少年がたまたま下を向いて歩いていた時、ピカピカの10円玉を拾いました。それからというもの、この少年はもっとお宝は落ちていないかと下ばかり見ながら歩くようになりました。結果的に彼は死ぬまでに1円玉387枚、10円玉49枚、100円玉65枚、合計7377円分のお金を拾いました。このお金はただで手に入れることができましたが、その後の人生の80年分の美しい夕日、虹、子供の成長、輝く太陽、周りの人の笑顔を見逃しました。そして数千万円級のブレイクスルーやアイディアも数えきれないくらい見逃したのです。お金はとても重要なものです。ですが、あなたの自分の時間をすべて10円や100円の考え方ばかりに費やして無駄にしないでください。そうではなく、ブレイクスルーを生み出すための考え方を身につけましょう。あなたは新しいアイディアや答えを求めなくてはなりません。普段のビジネスや生活の活動範囲からできるだけ遠く離れた視点からアイディア、考え方、プロセスを学びましょう。なぜか、今まで考えたこともなかったアイディアや視点、ブレイクスルーはあなたの今の視点の外側にしかないからです。限定的である自分の視点の外側にある物事がどのように機能していて、どのような原則に基づいているのかに心から関心、興味、好奇心を持ってください。創造的で飛躍的な成長や成果につながる情報に絶えずアクセスし続けてください。そして自分自身とは違った考え方、マインドセットを積極的に取り入れてください。その考え方こそがあなたの行動を変え、結果を変えていくのですから。